はい。どうも、西武所沢車両チャンネルでございます、えー。今回はですね、JR 常磐線のニュースでございます。えー、E531 系、かつ K409 編成の給料におきましてですね、あの反射板が取り付けられたそうでございます。このかつ K409 編成なんですけど、 一両はですね、その、かつ計417編成の一両が廃車となってしまい、その組み替えをして、このかつ四417編成が運行しておりますが、その残りの給料に関しましては、その一両が移ってしまったため、運用離脱をしておりました。その後ですね、その、かつ409編成なんですけど、別編成の一両と組み込んで、一時的にはですね、運用に入っていたそうなんですけど、 またですね、それが戻されてしまい、その給料が、あの、運用離脱をしていた状況でございました。その後ですね、しばらくは長期運用離脱をしていたんですが、今回ですね、その、かつ K409 編成の給料が、その、反射板の取り付けが確認されたそうでございます。そのためですね、近日中にですね、 輸送されることが見込まれるそうでございます。果たして気になるのは、このかつ K409 編成の給料が廃車になるのか、そして一両が、あの、心臓して、それで組み込んでいく形になるのか、今後の動きに注目したいところですね。ということで今回はですね、その E531K かつ K409 編成の給料にですね、 反射板が取り付けられたというニュースでございました。以上で終わります。